皆さんこんばんは。チャンピオンフットボールです。このチャンネルでは選手や監督の歴史やエピソードについてご紹介していきます。今回はスペインを代表するストライカーとして多くのタイトルを獲得した元スペイン代表のフォワードであるダビド・ビジャについてご紹介したいと思います。バレンシアでブレイクを果たし、バルセロナに移籍すると多くのタイトルを獲得して、全盛期を過ぎた後はアメリカでのプレー、そして現役最後の舞台には日本のヴィッセル神戸を選んだビジャ。この動画ではそんな彼が今までどのようにキャリアを歩んできたのか、どのようなプレーをするのか振り返ってご紹介していきたいと思います。主にセンターフォワードでプレーしてきたビジャですが、バルセロナ時代にはウイングでのプレーもしっかりとこなしていて、前線ならどこでもプレーできる選手です。身長が175センチとサッカー選手として小さいビジャがゴールを量産できた理由に、圧倒的なシュートのうまさというのが挙げられます。しっかりとキーパーとの1対1を決めるシュートはもちろん、サイドから切り込んでのコントロールシュートなど、左右両足で遜色なく見事なシュートを打てるのがビジャという選手です。そして点を決めるためのポジショニングも抜群で、持ち味であるスピードを生かして一瞬で相手ディフェンダーの裏を取ることが得意です。その抜け出しからクロスにワンタッチで合わせるプレーや、スルーパスに見事なトラップでシュートに持っていくプレーが持ち味で、とにかく点を決めるパターンが豊富な選手といえます。さらにボールをもらうだけでなく、自らドリブル突破もすることができるので、単独で相手を崩すこともできます。攻撃の選手ながら守備にも労を惜しまずに参加してくれる選手なので、監督にとっては非常に助かる選手だったでしょう。このようにゴールマシーンとして常に点を決め続けてきたのがダビド・ビジャという選手です。ビジャは1981年12月3日にスペインのアストゥリアス州ラングレオに炭鉱夫の息子として生まれました。小さい頃からサッカーが好きでプレーしていたビジャでしたが、4歳の時に右大腿骨を骨折するという不運に遭ってしまいます。医者からは手術をしたら片足が不自由になる、サッカーを続けることができなくなると宣言されたといいます。そこでビジャがサッカー選手になることを望んでいた父親が必死に手術以外での治療法を模索し、8ヶ月に及ぶ入院生活の末になんとか回復。現在も後遺症も残っていないということです。またこの怪我のリハビリ中に父親と二人三脚で左足での練習を続けていたことで、ビジャが両足遜色なくボールを蹴れる選手になることができたそうです。幼少期の不運があったものの、奇跡的にサッカーを続けられるようになったビジャは、その後9歳の頃にレアル・オビエドのユースの入団テストを受けるも不合格となってしまいます。それでもビジャは地元の UP ラングレオというクラブでプレーを続けました。決して才能あふれる選手ではありませんでしたが、 UP ラングレオで努力を続けたビジャは1997年、17歳の時に名選手を生み出してきたスポルティング・ヒホンのユースへと移籍することになります。ビジャは移籍1年目にスポルティング・ヒホンの B チームが所属するスペイン3部でプレーし、13得点を挙げる活動を見せると、そのシーズンの最終節にスペイン2部のトップチームでデビューを果たします。トップチームで正式にプレーするようになった2001-2シーズンに入ると、すぐにレギュラーに定着したビジャ。このシーズンはスペイン2部の舞台でリーグ戦40試合18ゴールを決める活躍で、チームのストライカーとして大きく成長します。続く2002-2003シーズンもさらにゴールを量産したビジャは、リーグ戦39試合の出場で20ゴールと昨シーズンを上回る活躍を見せて、一部のクラブから注目される選手になりました。スポルティング・ヒホン自体が財政難に陥っていたこともあり、ビジャは2003年の夏に一部に昇格したレアル・サラゴサへの移籍が決定。念願のスペイン一部ラリーガでのプレーとなったビジャは、新天地でもすぐにレギュラーに定着すると、このシーズンの4月のセビージャ戦では1人で4得点を決める活躍を見せます。さらに一部昇格1年目だったチームを国内カップ戦優勝に導く活躍で、一気にサラゴササポーターから愛される存在になりました。結局サラゴサでの1年目はリーグ戦38試合の出場で18ゴールという数字を残しました。サラゴサでの2年目の2004-2005
後シーズンも勢いが止まることがないビジャは、このシーズンもリーグ戦35試合の出場で15ゴールを決める活躍を見せて、ラリーガを代表するストライカーへと成長します。この活躍もあり、2005年の5月にスペイン代表に初招集されました。そんな中、2005年の夏にはビジャはサラゴサから移籍金1200万ユーロ、約17億円で強豪のバレンシアへと移籍します。バレンシアでの1年目2005、6シーズン、バレンシアでの初ゴールを古巣サラゴサ相手から奪ったビジャ。このシーズンはバルセロナから2000合計で3ゴールを奪う活躍などもあり、移籍初年度ながらリーグ戦37試合に出場し、得点ランキング2位の25ゴールというキャリアハイの数字を残しました。翌年の2006、7シーズンは同じくスペイン代表のフォワードだったモリエンテスが加入したものの、息の合ったコンビネーションを見せます。そんなシーズンをビジャはリーグ戦36試合で16ゴールと安定してゴール数を重ねていっていました。続く2007、8シーズンはチームの状態が不安定で、1シーズンの間に2人の監督が解任されるという状況でした。それでもしっかりとリーグ戦28試合の出場で18ゴールと2試合に1点というハイペースで得点を重ねていました。不安定なシーズンだったものの、バレンシアは国内カップ戦で優勝を果たし、ビジャにとっては初のタイトル獲得となりました。このシーズンの終わりに行われたユーロ2008、すでにスペイン代表でもフォワードのレギュラーに定着していたビジャはスペイン代表の快進撃に貢献し、準決勝で怪我をしてしまい、決勝には出場できなかったものの、スペイン代表は44年ぶりの優勝を果たします。ビジャは4ゴールを決める活躍で大会得点王と大会ベストイレブンを獲得しました。この大活躍からさらなるステップアップが期待されたビジャでしたが、大会後に契約を全うしてその先までチームに残りたいとバレンシアに対する愛情を語っていました。獲得を狙っていたレアルマドリードのベルント・シュスター氏からは野心のない選手だと批判を受けましたが、ビジャはそのコメントに対して常に野心を持っていると返しました。そんな中迎えたバレンシアでの2008、9シーズン、代表での活躍の勢いのままゴールを量産したビジャはリーグ戦33試合の出場で28ゴールとまたもキャリアハイの数字を残して、バレンシアの1シーズンでのリーグ戦におけるクラブ最多得点記録に並びました。すでにワールドクラスのストライカーへと成長を果たしたビジャに対して、2009年の夏にも多くのメガクラブからオファーが届いていましたが、ビジャは愛着のあるバレンシアのホームであるエスタディオでメスターチャに残留を希望。このシーズンも例年通りゴールを量産したビジャはリーグ戦32試合で21ゴールを決めて、バレンシアで100ゴールを達成したシーズンでもありました。バレンシアのレジェンドと呼ばれてもおかしくない領域まで成長し、ファンもビジャを愛し、ビジャもバレンシアを愛していましたが、2009、10シーズン終了後ついに別れが来てしまいます。2010年5月に移籍金4000万ユーロ、44億円という当時は高額の移籍金で、同じラリーガのメガクラブである FC バルセロナに移籍となりました。この移籍についてビジャは後に、私はバレンシアが大好きで、フットボールの全てを授けてくれたクラブでもあった。あの当時非常に高いリリース条項があり、どのクラブも支払おうとしなかったほどだと話すと、私がバレンシアを去る唯一の術はクラブが私を売ると決めた時だけだった。あの当時のバレンシアは財政的に困り、移籍金が必要だったのさ。で、バルセロナがそれを支払ったというわけだ。と続けて最後に、あの場所にいた5年間は多くの憶測があったが、事実と異なるものばかりだった。私はバレンシアが売らなければならなかったから移籍した。私自身は非常に幸せで満足だった。というふうに、ビジャ自身はバレンシアとの契約を全うしたかったものの、クラブの財政状況もあり移籍することになったと語っています。バルセロナに移籍することになったビジャですが、この2010年の夏にはスペイン代表として重要な2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会に出場。この大会でビジャは
グループリーグ2戦目のホンジュラス代表戦から準々決勝のパラグアイ代表戦まで4試合連続ゴールを決めるなど素晴らしい活躍でチームの決勝進出に貢献。決勝はゴールこそなかったが、イニエスタのゴールでスペイン代表は見事にワールドカップを制覇。ビジャは大会通算5ゴールを決めて、スナイデル、トーマス・ミュラー、ホルランと共に得点王に輝きました。スペイン代表での快挙を達成し、バルセロナでのスタートを切ったビジャでしたが、移籍初年の2010-11シーズンはワールドカップを戦った疲れや、メッシが真ん中でプレーするために本職ではないウイングでのプレーが多くなり、ゴール数を稼げませんでした。それでもこのシーズンはリーグ戦34試合の出場で18ゴールを決めて、バルセロナのリーグ戦優勝に貢献。さらにUEFAチャンピオンズリーグでも決勝進出したバルセロナ。決勝ではビジャのゴールもあり、マンチェスターユナイテッドに勝利し、ビジャにとってはバルセロナ1年目でリーグ戦とUEFAチャンピオンズリーグの2冠を達成することになりました。1年目は順調な活躍を見せたビジャでしたが、バルセロナでの2年目となった2011-12シーズン、前半戦で5ゴールのみと不調だったビジャにとってさらなる不幸が襲いかかります。12月の FIFA ワールドカップで左足の脛骨を骨折してしまい、復帰まで5ヶ月という診断で長期離脱を余儀なくされます。結局このシーズンはこのまま怪我の治療で終了となり、ビジャにとってはプロデビュー後初めてリーグ戦で30試合以上出場できなかったシーズンとなりました。翌年の2012-13シーズンは怪我からの復調を狙ったシーズンでしたが、なかなか好調を取り戻すことのできなかったビジャはリーグ戦28試合の出場で10ゴールと物足りない数字でシーズンを終えます。このオフにバルセロナからの移籍が噂されたビジャは2013年7月に同じラリーガの強豪であるアトレティコマドリードへと移籍が決定。バルセロナでの不調から新天地で復活を果たしたいビジャはアトレティコで再び輝きを取り戻します。チームのハードワークするスタイルにもすぐにフィットしたビジャはこのシーズンリーグ戦36試合に出場して13ゴールという活躍を見せて、レアルマドリード、バルセロナを抑えてアトレティコの18年ぶりのリーグ戦優勝に大きく貢献しました。まだまだトップの舞台で活躍できることを証明したビジャでしたが、アトレティコでのプレーはこの1年のみとなり、2014年6月に2015年からアメリカのメジャーリーグサッカーに参入することになっていたニューヨークシティ FC への移籍が発表されます。この驚きの移籍についてビジャ自身は、僕は変化が欲しかった、もうスペインではプレーしたくなかったんだよ、異なる国とリーグへ行くチャンスをもらった時にこれがベストの選択だと思ったんだと、スペインではもうプレーはしたくなかったんだと語りました。その後メジャーリーグサッカーが開幕するまでの期間はオーストラリア A リーグのメルボルンシティ FC で4試合に出場したビジャ、2015年シーズンから正式にニューヨークでのプレーをスタートさせると圧倒的な力を見せつけて、加入初年度から18ゴールを決める活躍を見せます。その後も2016年シーズンから2018年シーズンまで23ゴール、22ゴール、14ゴールとハイペースでゴールを量産し続けたビジャ。4年間のニューヨークでの日々を終えて新天地を探すことになったビジャは、2018年12月になんと J リーグのヴィッセル神戸への移籍を発表します。世界的ストライカーのビジャが日本上陸するということで、日本のサッカーファンはこの時胸を高ぶらせたことでしょう。移籍の理由をビジャはインタビューで、一番の理由は熱い思いだ、オファーをくれた数あるクラブの中でヴィッセルが一番興味を示してくれた、どうしても僕を獲得したい、そうした強い気持ちを感じたんだ、もちろん他にもいろいろあるがそれが何よりも大きかったと、ヴィッセル神戸の熱い思いがビジャを突き動かしたことを明かしています。この時ヴィッセル神戸にはスペイン代表のチームメイトだったイニエスタや元ドイツ代表のポドルスキも在籍しており、J リーグの舞台でドリームチームが結成されることに。そして迎えた2019年シーズン、ビジャは第2節で初ゴールを決めると、怪我がありつつシーズンを通して28試合に出場して13ゴールとしっかり結果を残しました。しかしビジャは
シーズン終盤の11月に自らのサッカー選手としてのキャリアをこのシーズンで終えることを発表。引退会見ではサッカーに引退させられるのではなく自分の意思でサッカーを引退したいと考えてきたと自身の考えを語りました。リーグ戦終了後の引退セレモニーでは決勝へ残っていた天皇杯を優勝して引退したいとコメント。そんな中で迎えた天皇杯決勝、国立競技場で鹿島アントラーズと戦ったヴィッセル神戸は見事優勝を果たし、ビジャは万全のコンディションではなかったものの後半ロスタイムに出場し歓喜の瞬間をピッチで迎えました。現役ラストマッチで有終の美を飾ったビジャはこのような形でキャリアを終えられるとは想像していなかった、これ以上ない最高の形だと感激の気持ちを語りました。ビジャの通算成績を振り返るとクラブでは通算765試合に出場し381ゴールを記録、代表では通算59ゴールで今もスペイン代表歴代1位のゴール数となっています。このようにスペインを代表するストライカーとしてゴールをひたすら決め続けたダビド・ビジャという選手は間違いなくスペインのサッカーファン、そして日本のサッカーファンの心に大きく刻まれた選手となったことでしょう。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。現役引退後もビジャは日本と関わりを持ち続けてくれていて、自身の少年サッカースクールを日本でも開催。その意図として何よりもまずスペインのクラブと契約したいと考える日本人選手にチャンスを与えることが目的です。国内でのトライアウトを通してタレントを絞り、スペインのクラブでプレシーズンのトレーニングを経験してもらうことによって最終的にはスペインのクラブが獲得を判断します。もしプレシーズンで良いプレーを披露することができればスペインのクラブを契約することができますと、日本の有望な若手選手たちにスペインでプレーするチャンスを与えることが目的だと語っていました。このように引退後も様々な形で1年間のみのプレーだった日本のサッカーに関わってくれているビジャ、そんなビジャがこれからも日本とスペインのサッカーにおける架け橋になってくれることを祈っています。今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で。